かり、あれ。あい。しっかり、あれ。あい。はぁ、あ、愚者の闘技場の最後の試練を突破した一行。懐かしいボスキャラにアイス越しのスタルジーに悪夢の炎とダンスっちまったぜ。メリハリがあっていいボスだったな。マリサさんにとっての悪夢は何ですか？誰からも認知されなくて何者にもなれないこと。回答がガチすぎた。儀式は完了し、次の悪夢を探しに行く前に少年に同行して、この土地の悪夢の行く末を見届ける結論に至るグリム。バッサバサ羽ばたいてるの可愛いね。めちゃくちゃ可愛い。ここよここ。夢見釘が弾かれたぞね。器じゃ力を扱いきれないってことか？この液体、少年の中身の影部分よね。それがうまく固着しないってのを言ってるのかしら。でもここで器に影を置いてる作業してそうな雰囲気だが、作り手がもう希望すら持ってないように見えるわ。バシャバシャだな。で問題のこれよな。王宮の跡地ねえ。これ入り口？多分正門だと思う。読むか。あれ？ちょっとボスだったのかよ。うわ綺麗だな。これ純白の騎士と戦った場所だな。長くない？裏ボスとか？なんてんだろ。本当に綺麗だな。見えてきましたよ、さっきの正門。お、あ、さっきの鎧。もう蘇ってる。で、あれこれボスか？腕が4本あるぞ。そんなに強くないな。バンペイレベルだ。ベルだ。ベルだ。ほん、もう火力はしっかりしてたわ。ここに来て新規の雑魚敵出ると思わなんだ。これやっぱり雑魚か。中身、中身あるぞ。本来駅があった場所には何もなしと。じゃあ入りますか。豪華な場所だ。白い宮殿、あ、久しぶり見えてる、いただきました。完全にボス戦だと思ってた。後ろに木が生えてる。というか、根っこかなこれ。っていうか夢空間なんだよねこれ。で倒れないしこいつ。こいつも影みたいな中身なんだ。この夢って宮殿丸々夢なんだよな。こんなにでかい施設夢の中にあるのすごいな。で当時の王族の住まいだろ。これを丸々夢の中に閉じ込めた。だよね。甘いものがいいの。こいつだだこ寝てなかった。王の護衛が可愛らしい。うわぁ。これ中身さ。黒い人参みたいなやつ。少年の影と一緒よね。でも消えちゃうんだよ。これもしかしなくても器っていうシステムにたどり着く前の副産物だよな。おそらくそうだろう。ここが開いてたのか。バーびっくりした。んのえ、少年に対してペコしてる。私たちの運、全ては我々のために。我々はなくて、おう、あなたの悩み、我々に。私の運、びっくりした。そいつら倒せちゃうのかよ。こっちにペコしてきたのはこれ。王の刻印とこのかけら持ってるから。もうなんとなく気がついてるけど、少年って他の器の子と何が違うかって。王になれるかそうじゃないか。だよね。少年が王になるのか、それとも王が延命するための肉体としての器としての少年か。あれ、こいつら境遇一緒じゃね。面識あるみたいな態度だったし、親近感もあったんでしょうね。で後ろで少年がバッサバッサ消してるよ。どうした？敬われるのしゃらくさいんだろ。釘師たちに認められるとかとはまた違う敬われ方だしね。このライトをつけるために鉄の扉を開けなきゃだな。それはそうなんだけどさ、これ実家なのよね。殺意が高くないか。何これ、家臣たちのこと試しまくってたの。今までのステージじゃ見たことない気候ばっかりね。一番発展していたって示すようだな。で、こいつよ。爪を削った刃の使い手ですって。カマキリたちの墓、脆弱な体を守る王のからか。虚無を無理やり固着させてたのは間違いなさそう。あったあった、開いたっぽいぞ。これでクリアかな。なんか大元が開いていない雰囲気が。え、今みたいなところ繰り返してくのか。アスレチックなら体力系のチャームに変えとくか。最大値上げてのドアメデリジェネつけとこう。ここから苦痛のように同じ絵が続くので、ガンガンカットしていきます。ご了承ください。バカじゃねえの。お、高級な暴言。これ自分家なんだよな。こんなずっとにーって言ってるのストレスだろうよな。あ、でもエレベーターはあるのか。緊急時にエレベーター封鎖してここ通ってこないと鉄の扉は開きませんよって仕組みなんだろうけど。王宮の奴ら相当動ける強者だらけだったのかな。こわー、煽られた。バカじゃねえの。正当な暴言。ここに張り付いて心臓ダッシュ慎重に。対岸対岸。こっこっこ、アップな。あー、とりあえず中継かな。ウィルム自分以外信用してないだろこれ。通す気が全くないわね。今だ、壊せ壊せ、こんな場所だー。いやー、ああなったら終わりよ。ここ心臓ダッシュは良くないか。体力が心もとないから自動回復最大限に利用するぜ。死ぬかと思ったわ。よかったな、見守る立場で。たまに言っとかなきゃね。それね、心臓ダッシュ微調整でゆっくり下っていって。あ、ここ怖い。タイミングずれた。じっくりじっくり。良いタイミングをジャンプで合わせて。畜生が、ほらああなったら終わりね。よし、オッケーね。死ぬかと思った。なんか開けた場所に来たぞ。これで最初に見えてたエレベーターっぽい場所の扉は開いたんじゃないかな。ああ、開いた開いた。終わった。で、肝心なウィルムがいるんだよな。上に。ちゃんと話し合い通じるやつだといいわ。どんだけ他人嫌いなのよ。もういいだろ。いや待て、これゴールか。マリサやめようよ。いやー、ちょっといい？はい。光側に寝返らせたいの。あ、そういう目論見。これはまずいってな。もうガンガン行くぞ。
なんかだんだんこの道が合ってるのかわからなくなってくるな。この辺さ、上に行くか下に行くかわけわかんなくなるぞ。こんなに厳重にする必要あったのかね。で、自分の宮殿丸々夢の中に閉じ込めるってどんな技術力だよ。これってさ、ある意味逃避行だよね。場所ごと転移させて狂気から逃げ延びたんだろうな。それか狂気発生前から夢の中に作ってたか。しかし宮殿跡地あったから前者だろうな。うっせぇ、やっぱりまだあったか。悲しいかな、だんだん慣れてきたわ。おいガレルナ霊夢、こういう時こそキレのあるトークで変わり映えしない背景を乗り切るんだ。おっおー、じゃあやったろう。私思うんだけど、だろお前、それはゾウさんってよりかはお馬さんだろ。センスなぁ、2回回った後ならシマウマが妥当では。待って、それはナンセンスだ。ちょっと足りないんだよ故障が。もう世界を見捨てる覚悟が足りてないもんな。足りてないのはどっちでか。バラムマからでも乗り切れた実績があるのにさ、あとほんの少しの揚力とでいいんだ。して恥ずかしくないのか。パーカーラウストナイトハルト呼んできても、これでクリアだろ。終わりの雰囲気きたわ。ペコーもいるし、ノコギリが鬱陶しいとはいえ綺麗な場所だよ。あれこれさ、いや、まだ下がゴールかもしれないし、ちょっと飛んでみるか。ははわー、これはどういうルートなんだ。ここ抜けれる？いや、ちょっと難しいかも。おお、これは反対の壁だったか。いや、そんなに落ちる？キョムルは、ここから壁に向かって、壁ジャンプ微調整。ああ、ようやくできた。で、心臓ダッシュで抜けて、もう、やっと次のエリア行けた。長いわね、ここ。マジで無心になった。帰っていい？ここまで来たら帰れないよ。帰っていい？よっしゃー、もう勘弁してくれ。霊夢、今私の直感が叫び散らかした。やかましい直感だな。この辺にあるぞ、隠しルート。天下の宝刀じゃん。この下の方に下っていって。これは気がつかん。私の直感すげえな。なあ、わかったわかったよ。空気の淀みっぷりがやばい。ここはどういう場所だ。これってあの鎧と足場になる丸いのだよな。そいつらの側だけ。キョム、そなたのそれは対立する力、しかしそれは永遠なる可能性を秘め、時を拒絶する力を持つ。キョム、そなたには拘束がもたらされる。これ蒼白なるものしか読めない蒼白なる交換日記よね。大由来しか見れない記録、長期密事項だ。鎧にキョムを固着させる技術の記録だよな。中身の影たちは年を取らない代わりにずっと何かに縛られるみたいなニュアンスかしら。ではこっちは鎧の奴らの中身の方だ。こんな大判焼きみたいに作ってたのか。あの虚無の液体をここに流し込んで、その後鎧をかぶせて完成。器システムもそうだけどさ、非人道的というか、なりふり構ってないというか、この経験を経ての器ってとこに着地した感じかな。で、下に降りてく手前に戻ってこれるのか。あんまりいいもの見た気にはなれない場所だった。お、西欧部っぽい。さっきの鎧が崩れてる。空気感変わったな。張り詰めてきた。せめてベンチあるといいな。どうやら本当のゴールみたい。くらい、どうなってる？え？死んでる？正気がないわ。正直予想はできたけど。そうだよな、もう。生きてるわけがなかったか。これが多いルームで間違いなさそう？そう、これ。これがな。うん。どう見える？死んでもなお、好奇だ。いろんな虫が見せられてラディアンスが焦る理由がわかるよ。こっち。何かあるか？少年大丈夫？うん。記録っぽいのがある。燃える光、それとの絆を我らは求めない。求めるは暗闇に交する一つの光。ウィルムは灯火となり、精神は拡張される。算出するために、捧げるために、永遠は約束され、呪われし視線は束ねられる。ウィルムの拡張と子孫。そうか、器ってこれ、狂気閉じ込め作戦もそうだけど、まず第一に、ウィルムの子供だったか。ってことはレンタル返してほしい、あいつも。ウィルムの子の中でも器として優秀な子ってことかな。じゃあ少年って、そもそも少年は外から来てるんだ。王の刻印も持てるし、王の魂も持てる。それってもはや、ウィルムになるために来たような存在だな。あっちょ、いいの？決別？狂気。私たち王と旅してたって解釈でも間違ってないわね。ウィルム自身が器閉じ込め作戦の保険として少年は切り札ってことで近くに置いてなかったのかな。こればかりはもう語る人がいないから推測になっちゃうわね。タイトルの曲。ちっちゃい王様だ。頼もしく見えるよ。ちっちゃいけど。ちっちゃいけどね。本当に最後まで来たなって感じになるわ。ホーネッちゃんが託してくれた王の刻印と根の人妻がくれた王の魂で、最後の尻拭い、行きますか。で、これよ。これ何？あって、片割れはウィルムが、王の帰還だ。これで役目果たしに行けそうね。あ、そうだ、ここ夢の中だったわ。いろいろ衝撃すぎてすっかり忘れてたぞ。ウィルムの魂、根の魂、ヨムの心。父ちゃんと母ちゃんと息子、一家総出だわ。それじゃあ最後はできそうなところ行って、最終決戦行きますか。根っこの人妻に魂見せてやろうぜ。あ、イモムシちゃんたちにも最後あって英気を養いたい。まあ最後くらいあってやってもいいか。